この先の気温についてです。山口さん、寒気の影響でこの先肌寒い体感となりそうですね。そうなんですよ、うん、この今週後半にかけては上空に寒気が流れ込むといった場合に変わります、はい、その様子まず天気図をご覧いただきましょう、こちら明後日以降状況が大きく変わってくるんですけれども、このように、まあ、低気圧や前線が通過した後、まあ、等圧線が北西から南東方向にこう伸びております。まあ、上空にはこれに伴って寒気も入ってきまして、気温の方が全国的に見ても上がりにくいということになっていきます、はい、どれぐらいの寒気強度かと言いますと、こちらが日々の午前9時の上空1500メートル付近の温度の予想になります。まあ、例えばこちら11月の12日金曜日の、その1500メートル付近の温度を見てみますと、まあ、0度線ですね。これ晴れても最高気温15度ぐらいの目安になってくる寒気なんですけれども、はい、まあ、これまではこういった寒気北日本中心に入っていました、うん、ただ今回の寒気は西日本の方にも大きく入ってくる、南下してくるというのがまあ特徴になります。その結果気温予想を見てみますと、まあ、西日本これまでにあったようなもう20度台前半というような最高気温ではなく、まあ、日によっては昼間も15、6度ぐらいにとどまりそうなんですね、うん、週後半をピークにこの体感の変化お気をつけください、はい、沖縄もちょっと肌寒い体感に変わっていきます。北日本、東日本についても、気温の上昇が鈍くなります。関東だけはですね、寒気の入り方が弱く、まあ、昼間は過ごしやすいんですけれども、うん、はい、まあ、関東エリアは朝と昼の体感差が要注意となります。わかりました。体調を崩さないように暖かくしてお過ごしください。山口さん、ありがとうございました。はい、よいしょ。詳しい情報についてはアプリウェザーニュース服装予報で調べることができます。ぜひ朝晩の服装選びについてもご確認ください。